お疲れでしょ、おし。お前バカだろ。
ない？どう？やった。やった当たった。やるじゃないですか。来ました。やった当たった。136ゲーム。よっしゃ、ビッグ、ビッグボーナス。また ART に入れないと。残念ながら入らずなのかな、これは。残念ながら入らなかったみたいですね。はい、というわけでこれは52ゲームでやめて、ちょっと違う逆転できそうな台を探しに行きたいと思います。これ見たことない、この色。これは熱いでしょう。見たことないもん、あの色。あ、2個回ってるし、かっこいい。今青いよ。あ、まあ、いや、紫だよ。これはもう、もうこれはもう大丈夫でしょ。あんな色見たことない。めっちゃ危険じゃん。はい、1個減った。いやいやいや、ここホラーの色だね、紫はね。ホラーバトル行くよってことかな。何、なんかいい音だったよ。せーの、ああ押させてよ、せめて。その時間のあれ分かんない。さっきやったやつだ。当たるんだ。当たるんだね。素敵ですね。吉と出るか強と出るかですね。はい、緑長いよ。あ、なんだこれ、初めて見る。はい、オッケー。昼休憩関係なし。ありがとうございます。いただきます。ごちそうさまです。もうパチプロですわ。パチプロっす。パチプロってこういう気分なんすわね。まあ技術のパチプロではないけど、まあ、言ったもん勝ちでしょ。よし、頑張れ。お、金だ。オーケー、いけるいける。
ますね。乗ってる、乗ってます。やっぱ乗ってると違うんですよ、パチンコってのは。リューチェルぐらい乗ってる。俺乗ってるわ、俺は乗ってる。やばいやばい、ちょっと一回間を置こう。あ、ちょうど着いた。よしよしよし、青か。何なんだよな、ね、ちょっと考えますね。あ、今だ。よし、いける、これいける、これいける。今いい丸かどうそう。あ、いい、ほら、いい間だから、いい間だから、これだ。何これ、なんだ。いや、今いいんじゃないこれ。ほら、いい間で触ったでしょ。見たことないもん、これ。3、いける。大丈夫な気がします。大丈夫、行きましょう。はい、あれ、え、マジか、復活か。よし、復活だ。3回以上ね。はい、OK、 はい、OK です。いいまで触った。あれで一撃必殺ですからね。一撃必殺、うん、いや、いいね、タイミング、ナイスタイミングだな。タイミングね。めっちゃ音鳴ってる、音鳴ってる、音鳴ってる。当たったでしょ、絶対。こんなの当たったでしょ。ブルルルブルルル言ってたよ。ほら、ブルルルブルルル言ってた。何よ、ブルルルルだ。素晴らしいですね、パチンコって素晴らしいですね。すごいね。さあ、次の場面。まあでも12回、はい、28,700発ね。いや、いい、時間も限られてますから。全部当たってるね、やっぱり。
あ、じゃあ外線がいいんですよね、ハーデスより。これにしよう。こちらの、はい、現在219ゲームしか回されてないこちらの台で頑張ってゴッド引きます。ゴッド外線に来ました。私の投資が600枚で、回収が今1500枚。遅れた、今遅れた、ほら遅れてる、ほらちょっとどうする、ゴッドだったらね、配信でも遅れから揃ったことないんですけど、え、どうする、え、でもあるよね、遅れからでもさ、やっぱりね、そうだよねびっくりした、1ゲーム目にゴッド引いたかと思った、もうゴッドでいいのに。でもしょうがないんでね、ちょっと頑張ろう、本当に。あ、バカたれ、もういつもやっちゃうんだよな、これお金入れちゃうんですよ、メダル持ってるのに。 前もやっちゃった。本当だ、嘘、なんでまた押したアリナ、もう嫌だ、本当だ、え、こっちは行ける、2回も現金の方で押したんですけど押したんですけどって、自分が押してるんですけど、もうやだ、もう。おっと、あ、お、いいね、リプレイ。あー、何もない、ダメだ、3で終わってしまった。V、おお、あ、いいよ、おお、巨大化で外れが出たよ、よし、とりあえず当たったか。385、移動して200ゲームぐらいですかね、なんとか当たりました。5枚 いるかな、いないか、残念、いなかった。よし、バツコン当たりました。39ゲームです。まだいいとこいましたね。
かも。あー、あるかもよ。よし、よし行きましょう。 V が S 揃えます。お願い勝ちたいの、かかってるの、決勝リーグが。200枚ぐらいしか取れてない気がする。3セット目です。外れ。これ乗らない？乗って。お。え。よし。おったー。ということ、そういう感じの流れで、3回目外れみたいなことが起きるのね。8枚です。 V とかで来てくれないかな。来てくれないよね。4セット1015枚です。分かってる分はないんで、ここからあるかどうかお願いします。まだ諦めたくないんだ。ございません、ございませんでしたね。ダメかな。おー、まだいいとこにいる。あ、当たってるのか、これは。やばいなあ。あ、遅れた。おおほおほお、分かってる。うわあ絶好のチャンスを逃した。もう当たってよ。ダメなんだ。当たってないやん。おお、びっくりした。今めっちゃ今声キモかった。おおって言っちゃった。当たった。当てました。頑張って90ゲーム。31万。
取れなかった。よいしょ。何にも載せてないですが、あるといいな。こっそりこっそりお願い。ないですね。ないです。なんか何でも弾けないから、ちょっと隣の台に行ってもいいですか。ちょっと気分転換で隣のゴッド落ちますね。逆。おお、当たった。やった。めっちゃ豪華この演出。いっぱい出てくる馬。馬出て豪華あった。やりました。うち初めてね、49ゲームぐらいで当たりました。271枚。当たりました。あ、諦めることなかれ。粘ってますね。はい、今の時点で15時で、一応実戦終了なんですけれども、 AT 中ということで、30分の延長戦に入ります。で、これ終わって、ループも確認して終わったら実戦終了となりますので、最後までちょっと頑張りたいと思います。527枚です。乗ってるかどうか。見ましょうか。また？あ、いた。まだいた。まだいる。16ゲームです。76枚です。いいぞ。ない。またループストップにかけるしかないです。
ことですよね。はい、もうループストックもないようなので、私の人生はこれにて終了させていただきたいと思います。頑張ってですね、いつになくいい感じの出玉をゲットできました。結果はエンディングをお楽しみに。お疲れ様です。いや、こういう台行くべきなのか。待てよ、いいでしょ、海打つ。もちろん打ってみたいって打ってみたいけど、ただちょっと人が多いな。ここに来てマジでコーラ腹立ってきた。邪魔くせえ。さあ、それでは海物語、ちょっと寝台でみんな座ってるし打ってみます。ですね、実は。お、続いてるようなんですね。ほら、暑いんじゃないの。ほら、余分だ。これ暑いでしょう。あ、ショックだよ、俺もだよ。まあいけどね、目玉あるし余裕があるわ。なんだなんだ、なんか熱いのか。なんか見てたらなんか落ちたぞ。なになになに、7だぞ、7だぞ、頑張れ。なんだよ、あ、変わっちゃった。ハイビスカスが上がったら、終わった。ハイビスカスモードもよく分かんないな。思われたところで、まあもう終了時間なのでね、終わりますか。ここで、29,285玉。はい、じゃあというわけで、実戦の方は終えたいと思います。パチンコ楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでした。まあまあ見てる方はもう
そうね、分かると思います。分かる。いや、ちょっと俺もドキッとしましたよ、途中で。しました？はい。してくれました？しました、しました。よかった、よかった。でもまあ、出しすぎ、僕の方がね。出しすぎですよ、マジで。いや、本当に全国の、まあ、パチプロと言われてる方たち、パチプロ、本当にもう申し訳ないんですけど、うん、僕も今日からパチプロです。単純でか早いです。調子乗っちゃダメです。いやいや、だってもう、いや、それ本当ビギナーズラックじゃないですか。違う、プロだから。タイミングとかあるんですよ、やり方。まあまあ、素人とは喋りたくないです。すみません、馴染むんで素人っぽくなっちゃうんで、すみません。プロのままでいさせてください。結果、まあ、結果見ますか。 見た方がいいですね。はい、はい、私が投資700枚で、回収が2636枚、はい、サマイ数がプラス1936枚でした。いや、素晴らしいです。すごい頑張ったんですよ。最後のゴッドが良かったですよね。そう、ゴッド良かった。本当に粘って。詳しくは知らないけど、でもそう、初めから言ってたら、もしかしたら何か起きてたかもしれない、この状況なら。かもしれないですね。今日だって強かったですもんね。そう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 、うん、今日はいい日だったんですけど、すね、いや、まさかそんなに出されるとは思わないじゃないですか。まあまあ確かに、だから運は強い日ですよ。まあ、僕はプロなんで、運とかじゃないですけど、そういうのは運とかでやってないんで、はい、あれですけど。クリスさんは、はい、僕は投資が800枚、まあ、コイン計算するとね、800枚でして、回収が5857枚、プラス5057枚でございます。すごい、ありがとうございます。なんか負けるべくして負けたなと思って。いや、そんなことないと思いますよ。まだね、素敵だと思います。素敵、今後とも頑張ってください。頑張ります。ね、またこれからもずっと毎日見るんで。あ、ジャンバリの時、はい、本当に毎日見てくださいね。ジャンバリは見てます。はい、ジャンバリと有吉反省会はずっと見てます。有吉の方はガチなんで、有吉さんの方はガチじゃないですか。いやいや、本当に、ね、でもこれね、はい、ゆうずきさんは残念ながら落ちて、そうで、僕はリーグ決勝ですよね。決勝リーグですよ。いや、でも、ね、誰が来る決まってないですもんね。吉尾さんと矢部さんのどっちかですもんね。あ、あとタクさんかリノさん、ジャンバリのタクがいいな。なんで、なんで弱いからってことですか。自分が勝ったからってことですか。タクさんの方がなんかやりやすい、話しやすい。リノさんに会ったことあるんですか。あら、リノさんいっぱい仕事したことある。あ、そうなんですか。あの人やっぱなんかこのガチ感が強いから、あ、俺ガチっすみたいな、気楽にできないから。俺がプロだったらプロ同士になっちゃうじゃん、リノさんとやると。そう、バチバチになっちゃう。たくさんぐらいこう緩い方とやったらプロとあれみたいな。たくさんも一応プロでやってると思いますよ。え、そう。俺がやってる時ただのなんか緩い関西人みたいな感じだったよ。サブシュの時多分ガチでやられてると。あ、本当に、うどんこうやみたいな感じだったよ。ほんと、ほんとに。あ、だから気さくな人だなと思って喋ってたけど、一緒に。一応ね、あ、そうなんすか。ガチ軍団なんて一応。あ、たくさんもガチ軍団。入ってる、入っちゃってるんですよ。あ、バラエティのなんか軍団かと思ってた。かわいそう、かわいそう。でも上がってくるといいですね、そうですね、たくさん、ね、いや、でもまあそうだね、やっぱ、うん、たくさんがいい。牛尾さんと矢部さんはもう別にどっちでもいいです。どっちでもいいんだ。もうあそこふざけた枠でしょ。ふざけてないでしょ。まあでも、まあ、正直な話すると僕が勝ち上がっちゃったんで、ふざけた枠もういらないと思います。そうですね、もうプロ、パチプロの方だけで十分だと思う。だよね。結構決勝が荒れるかもしれないから。そう、決勝リーグをじゃあ皆さんお楽しみに。はい、ぜひとも見てください、ね、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。残ったんで、はい、私の分まで頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ次週もお楽しみに。ありがとうございました。まあ負けたやつのことはもう忘れるけどな、すぐ。俺はすいません。お疲れ様でした、ゆうずきりなです。もうね、今日本当に私めちゃめちゃ頑張ったんですよ。普段全然ダメなのに、今日収録で結構出せたと思うんですけど、相手が悪かった。しかも最初にじゃんけんでパチスロ選んだのは私なんで、完全にね、ちょっとまあしょうがないなと思っております。でもすごい楽しかったんで、また次回ね、シーズン2がもしあればリベンジして出たいなと。結局出場するの最初になっちゃったんでね、最初出て負け残りリーグをいっぱいして出て決勝リーグ行くのが一番出れるのに、勝っちゃって負けちゃったからもう出れないっていう一番最悪な感じになっちゃったんで、
またね、もし機会があったらよろしくお願いします。クリさん頑張ってください。ありがとうございました。ゆずきりなでした。何これまたね始まりました。神エイトです。どうも初めまして。初めまして、はい、なんか牛尾さんプロフィール見て埼玉出身じゃないですか。そう、私も埼玉出身で、私も蟹座なんですよ。あら、じゃあ で、私も私6月なんですけど、私 B 型なんですよ。あら、ほとんど同じだね。だからなんか似てるなと思って。俺たちは黒、私たちは白、私たちは青、私たちは緑、俺たちは黄色。